ロシアキッテ・ブラート・オクジャワ、1999年、ブラート・シャルポビッチ・オクジャワは、ソ連ロシアの詩人、歌手、小説家。200曲ほどの歌を残し、ロシア語で、と呼ばれる、ジャンルの確立者の一人として有名。これはギターを弾きながら歌う、フランスのシャンソニエと、ロシア民謡の影響を受けた、独特の様式で、彼らは、バルドとも呼ばれる。オクジャワは1924年、 モスクワで、グルジア系の父とアルメニア系の母の間に生まれた。第二次世界大戦に王将し、戦後は教師、ついで出版社に勤務し、傍ら試作を行った。1950年代後半から自作の詩を歌い、主に知識階級の間で注目されるようになった。彼は、国民的人気を勝ち得ながら、政治を題材にすることはなく、それでも、 ソ連の文化政策にそぐわないジャンルであったことから国家による公認を受けたのは晩年になってからだった。また詩人を自らの本文と考えたこともあり、レコーディングされたのは1980年頃になってからである。1967年にストルガシの言うべき勘賞を受賞。1991年に国民的詩人としてソ連芸術賞を受賞。 1980年代からは小説にも力を入れ1994年にシーポフの冒険でロシアブッカー賞を受賞した。奥ジャワは1997年にパリで亡くなり、同年モスクワのバガニコボボチに葬られた。生前住んでいたモスクワアルバート通りには記念像が建てられている。小惑星隊の小惑星の一つの奥ジャワは彼の名前から取られた。 ありがとうございます。